広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよう諸君のナップルです。ビットです。口づらけうちです。本日は9月13日に発売が迫っている強化拡張パック楽園ドラゴーナからスペシャルアートレアのサポートを1枚公開していきたいと思います。おいしょ、スペシャルアートレア来ますよ。はい、カードリストは公開済みですが、ここではね、まだ未公開のカードをね、公開しちゃいますので、もうぜひね、動画への高評価もお願いします。それでは、早速見ていきましょうか。はい、こちらです。ルチアのアピール。いやー、これは、いいですわ。はい、手をね、差し伸べてくれているルチア。そして、ハツラスとして輝いた表情も特徴的です。うん。このウインクがたまらないですね。うん。ステージの上なのか、ライトの光とか、舞っているテープも見られますね。はい。ルチアは方園地方ナンバーワンコンテストアイドルですからね、ポケモンコンテストの最中かもしれません。バッチリにアピールも決まってますよね、うん、そして後ろのチルタリスはチルルですかね、優しげな表情がいいです。チルタリス好きの方もね、押さえておきたい一枚ですよね、はい、ルチアとねチルタリスのパートナー感もたまりません。ルチアのアピールは効果も便利で、種ポケモンに限りますがベンチポケモンを呼び出すボスの指令やカウンターキャッチャーのような使い方ができます。さらに新しく出てきたポケモンを混乱にします。その番に倒さないとしてもエネルギーのついたアタッカーを混乱にしてしまえば相手の攻めが遅れるかもしれません。パックで当てたカードとエネルギーカードなどを組み合わせてデッキを作って遊ぶシールド戦でも活躍してくれるサポートです。相手のベンチポケモンを狙って呼び出せる効果は貴重ですからね、うん、勝負の決め手にもなりそうです。うん、シールド戦をやろうと思ってこのルチアのいるスペシャルアートレア出てきたら、これはもう最高に嬉しいですよね。はい、このカードも登場する楽園ドラゴンの発売、ぜひお楽しみにお待ちください。ということで本日はルチアのアピールスペシャルアートレアを紹介していきました。今後もポケカチャンネルでは楽園ドラゴーナの新カードを使った対戦動画などもアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバーイ。